東京都は今日、う、まん延防止等重点措置が延長された場合に、政府に酒類の提供の停止を原則化することを要望しました。現在、政府の基本的対処方針では、酒類の提供について、一定の要件を満たした店舗で提供できると明記されています。とは、重点措置が延長される12日以降、酒類の提供については、広域的な対応が不可欠であるとして、 酒類の提供の停止が原則であると対処方針に盛り込むよう、政府へ要望しました。こうした中、あとは先ほど、新型コロナの感染者が新たに920人確認されたと発表しました。900人を超えるのは5月13日以来で、18日連続で前の週を上回りました。一方、大阪府は今日重点措置の延長を政府に要請しました。 吉村知事は措置が延長された場合、酒類の提供条件を一部緩和する意向を示しました。